イタロです。ドンキのオリジナルビール買ってきました。とね、ペールエール、これが IPA、 ヘーフェバイツェン、で、スタウト。おお。じゃあ、まずは。ペイレール。いただきます。ちょっと泡が、じゃあ乾杯。うわあ、うん、フルーティー、うん、トロピカル、うん、トロピカルですね。飲みやすいペール、うん、でも思ったより香りが少ないかな。じゃあIPA、 乾杯。お、うん、苦味はまあまあまああるけど、なんか香りが思ったほど強くないなっていう印象で、フェバイチェン、お、うん、飲みやすいけど、うん、なんかうん、少しなんかなんかちょっと物足りない感がある。うん、小麦感はもうちょっとなんか強くないというか、なんか全体的に深みがないというか、うん、スタート。
自分の味覚がおかしいのかな。なんかこう、なんか惜しいみたいな感じがします。美味しいけど、こうコスパ、値段を考えたら十分美味しいかな。まあ多分ちょっと飲みやすく作られてるのかなと思います。ちょっと噂では アンハイザー・ブッシュ・インベブ、バドワイザーを作ってる会社がベトナムの工場で製造してるっていう噂があります。信じるか信じないかはビータロー次第。